ラーメン研究部、今回は全世界で60店舗以上展開、新宿ゴールデン街の本店では深夜まで大行列を生むラーメンナギ、自慢の濃厚煮干しスープを深掘り、唯一無二の中毒性を誇るスープの秘密とは果たして、生田聡大将自ら全てを解き明かします。おはようございます。おはようございます。すごい、朝6時ですけど元気いっぱいですね。元気いっぱいですそう、ここがナギのスープ作ってる工場。そうです、ここに来ていただきました。ありがとうございます。とんでもないです。ちょっとここが、ね、秘密基地でも本当にすごいですね、はい、秘密基地です。でちょっと今日はナギの煮干しラーメンの秘密に迫れればと思ってて、はい、ちょっとまあどんな煮干し使ってるのかとか、なんでこんな組み合わせなのかとか、どういう調理をしてるのかみたいなことをちょっとじっくり聞かせてもらえればと思ってるんですけど、よろしくお願いします。包み隠さずで大丈夫ですか？はい、包み隠さず。じゃあ初めに使ってる煮干しを教えてもらってもいいですか？はい、ですね、基本的にはですね、はい、まあ、ざっといきますよ。はい、お願いします。まあ、うるめ、マイワシ。マイワシ、うん、マイワシですね。マイワシ、これはマイワシで、まあ、これがイワシ、普通のイワシです。ちょっとめちゃくちゃ油多いです。で正直言ってこの煮干しってまあまあ使わないんじゃないですか。これは普通だったらもうなんだこんなゴミ煮干しとかって言われちゃうような要素なんですけど、僕はここにこそ愛があって、ダメなものでも大事なものになるという、うん、なるほど、なんて言ったらいいかな。普通はねこんなねチンタンスープに使うとねもう苦くて食えない。あ、そうですか。はい、はっきり言って食えないですよ。なんかでもラーメンのその井田さんが大事にしてるところに雑味みたいなのがあるじゃないですか。だからそういうこと。そうですね、もう雑味どころかもう雑味の塊雑味どころかですよ。でこっちが白の片口いわし。白の片口いわし、白の片口いわし、はい、でこれもマイワシの油。油、油って意味ですか？まあ、さっきの茶色いやつと一緒ですけど、まあ、油分が多いのと、これは製法がちょっと違っていて、牛深でいぶす感じで作った煮干しですね。香りが、はい、香りがちょっとついてますね。あとこれ香り付け用みたいな、でこういうの組み合わせで、あとこれアゴですね。アゴ、はい、よく焼きアゴとか言いますけど、これはちょっと大きめのすっきりした出汁、コク出汁が出るんで、おまじないに入れます。美味しくなるおまじない、はい、でこれ真ん中から、さっき味から真ん中にかけて伸びを作るのに味、味ですね、はい、まあ、鮮度ほどほどですね、うん、一級品使うと、一級品はいいんですけど、味がこうね、澄んだ感じになりすぎちゃう。上品な感じになりすぎちゃう。結構うちはザラ、えぐい味をまずスープで作って、うん、タレでかぶせるっていう。なるほど、なるほど。はい。本当に面白いという方。で、ちょっとこれ油が多い、白ですね。はい、そうです。で、これもうどん出汁とかで使ったらすごく美味しいんですけど、後半の、コクと、香り付けにこれ使います。白ってどういう意味ですか？白ってですね、内海っぽい、内海ですね、基本的にはあんまり遠く、遠洋遠くに行かない、そこ遠めに行かなくて、内海でこうちょろちょろしてる、うん、まあ基本餌が、まあ、違うということで、ね、白、片口イワシ、白口イワシ、あとマイワシ、ウルメイワシっていうのが主にあって、まあ、さっきアゴとか、こうアジとかで、そういうのがこう基本的な煮干しになってます。それを組み合わせると、で、あと変わり種の煮干しでいくとですね、これがですね、サバ。サバ、サバ節、はい、基本的にサバっていうのはこれサバの子供なんですけど、これ用で煮干しを作るんじゃなくて、例えばこう取るじゃないですか、煮干しを取ってた中に入っちゃってるんですよね。例えばこれも多分牛深なんですけど、はい、これ網でガーンって作るじゃないですか、はい、中に基本的には同じイワシしか入ってないんですが、はい、魚しか中にこうやっぱアジとかも入るわけですよ、はいはいはい、それをこう入れちゃった、入っちゃった。なるほど、それを選別して取ったのがこれです、ね、なるほど、なるほど。サバ、サバ、これカマスですね。カマス、はい、これすっきりコク出しがで、めちゃめちゃねうまいんですよ。うまみ出しがねすごいんですよ、カマス。これなかなかねほんといいんですよ、カマス。僕は大好きで、バーッ。でこれもね網に入っちゃって、はいはいはい、網イワシがベチャベチャってなんかこう入っちゃうんですよ、はいはいはい、マジで。だからこいつら大概こうこいつとかは食っちゃうんですよ、ね、なるほど、なるほど。だから腹開けると大体イワシっぽいのが中にこういうね、多分食って死んでるんですよ、うん、ここにもう魚が入ってますから、そう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 すごいんですよ、これ。
あとキビナゴ。キビナゴに関してはあの九州で取れるんですけど、キビナゴの量でとあの同じように取ってサイズがちっちゃいものはそのまま煮干しにするという感じですね。あとこれがサンマですね。サンマ大きいですね。そうですね。はい。まあ、こういうものはこっちのこの漬物系というか普段量があんま入らないんで、うん、僕らもおまじない程度にいろいろ使い分けて入れるっていう感じですかね。これサンマですね。あこれもあの牛豚のこっちと一緒でいぶして作るという。はい、それって季節によって入るものも多少変わってくるし、そうです、そうです。基本のやつがまあこういう感じですけど、ちょっとこういうのも入れて、はい、なるほど、煮干しラーメンでやっていきます。あとこれが牡蠣の煮干しです。牡蠣、はい、牡蠣煮干しラーメンのタレとかでも、まあ、大ぶりですけどすごい独特の風味があるっていう。これあの隠し味ですね。この辺は癖の いわゆる牡蠣っぽいやん。そう、これはね、あの要はつまみなんですけど、つまみって癖あるじゃないですか、はいはいはい、もちろんあれ塩で癖付けしてると思うんです。食感でこうつまみは食べますけども、独特の旨味ですね。あとイカとかね、これはこれをそのままぶち込みます。あ、これを飲むにこそこれはあのくちばし、イカのくちばし、うん、なんとも言えないコクが出るというか、香りが出るというか、これ隠し味ですね。これ大きいのとちっちゃいので、単純に大きい方がこういう傾向とかっていうのはあるんですか？ありますよ。あの基本的にこういう味の方がコントロールしやすくて、えこっちの方が、はい、ちっちゃい煮干しの方が、はいはいはい、量も入りやすいんで、うん、で綿の数が多いです。なるほどなるほど。綿の数。でこっちはでかいんで基本的に大味というか、ああ、になりやすい。まあでも骨格は作るのはやっぱ大きめになるんですけど。シェフのボディ的なものが、うん、本当にイワシのねすごいいいやつとかね、もう見た目からしてこれやばいなっていう力強い味が。イワシのいいやつとか。へえ。スープははっきり苦味中心で作るんですよ。でそれを苦味をタレで隠すっていう、うん、なんでうちのその煮干しラーメンのタレはそれだけで飲んでも全然、まあ、うまいんですけど、ラーメンにするとうまくないんですよね。うーん、どちらかといえば刺身醤油というか、なんかそうやってつけダイレクトでいくとうまいんだけど、薄めると美味しくないっていう不思議なタレでして、うん、それは何でかっていうと、すごい苦味のあるものを甘さとうまみでこう、あと醤油の感じでカバー隠しちゃうというか、あえてで、その苦味を感じさせなくするっていう。だけど苦味って癖になるポイントなんで、それを隠すっていうね、普通みんな取り除くとかこう、うん、出さないっていうんですけど、一旦こう隠でもないとこのバランスが生まれないですよね。そういう作り方してるとこ少ないんじゃないですか。まずないんじゃないですか。まずあの苦味と旨味のバランスをスープ自体で作るじゃないですか。そうですね、そこに時間かけてるじゃないですか、はい、もうね、これ売れなかったらダメでしょっていうね。どういうこと？いや、お客様に支持してるんでやり続けてるだけで、あ、なるほど。うまいもん作って、うまいもんって多分こういうもんじゃないですよ。うまくないんですよ。どういうこと？はっきり言うと。でも、なんか知らないけど、この不完全なスープ、タレ、うん、そして不完全な暴れる麺を食べた時に、人を魅了する何とも言えないものができちゃったというのが、この煮干しラーメンの誕生秘話でしょうか。どっからしょ、今の手油を入れるとか、はい、すごいな、これでもこれで何人前って言いたくないよ。これ450か、これ400人前。すごい、なかなかしょ、このすごいな。先に動物を入れるんですね。時間差で煮干しって感じですね。それはもみじ？もみですね。ゼラチンですよね。とろみを出すみたいな。特にあのラーメン、僕のラーメンはいい材料っていうよりも、このラーメンにおいてはたくさん使うっていう。粗い。もともと僕らの時代の煮干しラーメンってあんまりこう、繊細というよりも、煮干しのラーメンのこう粗さの、まあ、それが僕は嫌味の苦味だと思ってたんで、それをいかにこうラーメンに持っていくかっていう。すごい。なんで煮干しだけでやばい。
これでも4トンぐらい使うんだって今5トン、それでも今5トンですから、それは4トンとか5トンはどれくらいで使うんですか。段ボールで1ヶ月、はい、1ヶ月で4、5トン使ってるんですか。そうそう、これだから段ボールで何個だろう、大体8キロぐらいだから600ケース。今でも日本にめちゃめちゃ高いから大変なんじゃないですか。はい、大変ですよね。すごいな。これ動物を先に やる方がやっぱりいいんですか。動物木をやっぱ魚の方が出汁に出やすいんですよ。なるほどなるほど。逆に動物をやってこうしっかりなるほどなるほど。やわらかくする。やっぱりこれみんなこれ真似できないのは誰がいいか。真似しても売れないってのはなんと思うんですけど。なんかそうですね、さっきのそのバランスの話だと、これがだから単純にだから美味しいスープになってるわけじゃないってことですよね。そうそう、苦くてしょうがない。そうですよね。それによってスープも強い、タレも強い、麺も強い。まさにこのナギという会社の、ナギというお店のね、あれを象徴する、やっちゃダメなラーメンね、こういうの。でもやっちゃダメな会社、これで展開しちゃダメだよ。でもなんかすごいな。豚骨ラーメンを煮干しで作った。あ、そうですね。その言い方で分かりやすいですね。間違って作ったんですね。で、偶然お客様がファンになってくれたっていうのは今の世界中を魅了する。自分で言いますか、はい、世界中を魅了する。でも最近本当に煮干しラーメン、特にナギって外国人半分くらい来てますよね。半分とかじゃないじゃないですか。みんな普通に完食してますか。いや、残ってる人もいますよ。あ、びっくりしますよね、多分ね、うん、食べたこと。魚が苦手だった人もいるし、で僕もそれ全然いいと思ってます、うん、みんな10人来たら10人喜ぶラーメンじゃないって、うん、分かってる、うん、そう。ちなみに生田さんはどういう煮干しラーメンを作りたいっていうなんか理想みたいなのはあるんですか。唯一無二っていう。それしか言ってない。全然味が伝わってこない。冗談じゃなくて本当唯一無二、他にない、うん、だから基本的に夜やってたんで、夜中の締めの一杯というか夜に癖になる一杯っていう、うん、まあ、どっちかというと今日一日これ食ったらもう全部忘れちゃったなみたいな、うん、そういうのを求めて作った感はありますよね、うん、なんかやっぱ作ってても苦くて美味しくないなと思ってたんですよ。なんか止まんないなと思って、あれこれ苦いんだけど、じゃあこれが美味しくなる、美味しいと思えるようにはどうしたらいいかなって逆に考えるようになって、タレの構成からこう、うん、タレ、まあ、基本醤油なんですけど、うん、そこに癖になる要素をもうちょっと入れてみようとか、うん、まあ、いろいろ試しましたね。ナンプラーとかショッツルとか、魚醤もね、いわゆる魚醤系を入れたりとか、結局なんか 今もずっと10年来取引してる醤油屋さん と、魚醤を作ってるところがあるんで、そこのもう本当にエタリっていうイワシ の魚醤のことをエタリっていうんですけど、うん、エタリをそのまま入れさせてもらって、ちょっと癖漬けに、まあ、発酵ですね。やっぱ発酵は良かったですね。癖になるというか、でちゃんと味としてまとまるという調味料感が少ない。だからうちその辺のうまみ調味料とそういう発酵系の旨味と、もうみんなごっちゃになっちゃってるんで、なるほどなるほど、旨味が強いとかって言われることあるんですけど、なるほど、そりゃそうだよって、うん、昔からの発酵系も入れてるんで、うん、それはでしかもこんだけ苦味と、まあ苦味とも対極に旨味があるんですけど、うん、これ取っちゃって旨味がすごい勝っちゃって、うん、何とも言えない飽きる味になっちゃう。まあ基本的にはうちのラーメンは年1回でも食べてもらえばいいということで考えて作ってるんで、もうそれぐらい、記憶に残る味をね、記憶に残ってもういいかなって言わせる要素。ただ中にはやっぱりね、東京なんでそれが癖になって毎週来てもらえる、うん、なんか毎回食べたくなっちゃうんですよね。夜になるとフラフラって来る、うん、まあそういうのんべえのオアシスに、最後のオアシスになるっていうようなのを思って作ったっていうのがあります、うん、でこれスープだけ、うん、苦いスープですか。
美味しいとは言えないと思う。ね、シンプルだけ。もうちょっと美味しいですか。まあ、こうなるんです。で、多分ね、うちのマネージャーとしたうなぎ好きだなと思って人がチャレンジして、まずここでこんなの食えないよっていうの。なんか本当に魚のなんていうのかな。えぐみって言っちゃあれだけど、えぐみって塩分っていうんですかね。来てますね。これがあんな美味しいラーメンのスープになるんだ。だからラーメンなんです。これは僕の裏っていうの。未完成のものを、未完成もの同士が固まって一杯になっていくっていうのは僕はすごく面白くて、うちの会社のやつも本当未完成まみれなんですけど、まあ僕自身が、まず僕自身が未完成なんですけど、完成するのかと。完成しないだろうって話なんですけど、まあ本当似てるよねって。だけどやっぱ油分、で、苦味、で、甘みが入って、で、塩気ですよね。で、辛みが入って、結構このゴミ、まあ辛みは味じゃないですけど、をちょっと意識して、でそれが多分このチャートにすると結構バランスよくこう出るような作り方にしてて、一時期は脳科学の先生にねちゃんと見てもらってね、頭の中の食べた時の脳の反応をチャートにしてもらって、で何を尖らした時にお客様は喜ぶかなって。なんでビジュアルから入って、一旦麺が入って、油でこうね、すごい見たこともない油があって、で、こうの飲んでみると甘さと苦味がこう来るんですけど、なんか癖になるねって。で、麺で口の中で踊って、食感が頭にいい刺激になって。で、辛みが溶けていくと、さらに慣れた脳からまたさらにこう思考が上がっていくというか。まあ、そうやって作りましたね。感覚を、感性を数字にしながら、数字をまた感性にして、行ったり来たりして、また、その数字をまた数字からまた感性、なんか常にこう、複雑から単純にって言うんですけど、単純からまた複雑にずっとそれを繰り返してっていうのが極みですよね。面白い。極みって言っていいのか、まあでもね、難しいことやってないですよ、ずっと言いますよ、これね、はっきり言うけどこれタレですけど、タレの中にその本舗厚公開のスープを美味しくするタレですね。どうぞ。いいですか。こういうタレなんだっていうタレですね。すごいでしょ。すごい美味しい。ね。でもこれ他のスープめちゃくちゃ合わないですよ。いやそうでしょうね。これなんていうんだろう。酸っぱさもすごいし。合わないか俺もよくわかんないけど。全然合わない。てかこれの味になっちゃいますよね、多分タレの味に。いや混ぜそばうまいよね。あ、混ぜそば美味しい。うまい。刺身醤油の甘さの板みたいなイメージ。喧嘩させる感じですね。喧嘩させる。うますぎるし、うますぎる。これとまずいスープと美味しい麺とすごい美味しいっていう。みんなうまいやるからね。そうですね、そうですね。なんか魅力のないこう、まあ、AI アイドルみたいな感じになって。でもこのスープでなかなか店員さん、よしこれで美味しいラーメン作ろうってなんない。多分これ作ってみんなね、疑問を持って絶対えぐみ減らすと思う。そうですよね、そうですよね、はい、そこに普通の人はそうですよ、それ絶対正しいですよ、まだもっと油もらっていい。なんかね、普通の人が作らないスープもちゃんとこう油が入るよ。すくい方もあるってことですね。これ1杯に煮干しが 60g くらい入ってるって言ってたんだけど、60ちょっと70くらい、70g くらいです。これやっちゃったやっちゃったら、やっちゃったら、こんなのダメだよ、やっちゃう。ありがとうございます。なぎの煮干し、ありがとうございます。うまそうじゃん。うまそうっすね。まあ、今のラーメンとかも作品に近いってますか。作品って感じ。商品ではないですよね。なんか作り上げてきた感じがしますよね、お客様とね。で、それはやっぱりそれを今にもね、ファンになっていただいてるっていうのは。で、こうやって。ゴールデン街も僕らあんまり多分行ったりとか店よく行ってますけど、
当にね、夜中までこう、40度までね、並んでいただいてるのを見ると、熱い思いが込み上がってきてるので、どちらかというとそんなに、売るぞ売るぞってやってるわけじゃないんで、ちょっと面白い角度でいろいろやりたくなるようになって、面白い角度にこう響いてくれてるお客様がいることはすごく楽しいですよね。それがラーメンという、僕にとってラーメンというので、ラーメンの時に楽しかったんですけど、僕はゴールデンウィークのラーメンが本当に仕上がってきてるので、まあ、今その総仕上げに入ってるんですけど、さらなるゴールデンウィークの年越しがすごい楽しかったです。わかりました。応援します。頑張ってください。よろしくお願いします。